皆さんおはようございます。今日は肉じゃがを作っています。こんな感じです。今まだ煮てるんですけど、材料は新じゃが小さいのが出てました。こんなにいっぱいで100円だったんですよ、一山。人参、玉ねぎ、白滝、えのき、牛肉も切り落としの安いのです。調味料はなんかさしすせその順番で入れたらいいとかって聞いたことがあります。お酒、砂糖、醤油、みりん、友達が作って送ってきてくれたごま、いつもごまは入れますこんなのですよ。出来上がったら今日は誰にあげようかな。はい、皆さんおはようございます。この間友達と話してての自分が生きてきた時に一番影響を受けたのは誰だろうとか、そんな話をして、自分がこうなのは誰のおかげだとか、誰のせいかもしれないんですけど、よくね遺伝だとか言われますけど、でもそういう意味で私も一番影響を受けたのはやっぱり母かなと思います。いつも元気で気をしっかり持ってて、そうですね、なんか強かったですね。はい、愛と情熱なんて言って頑張っていってた。やっぱり母に一番助けられましたし、一番影響を受けたかもしれません。なんてそういえば今日は母の日です。私はもう誰かお母さんにっていうお母さんがいないですけど、ちょっと考えて自分のお母さんみたいな人に何かプレゼントしようかなって思います。皆さんもご自分のお母さんに母の日ですからはい、それでは今日も元気で、ではまた。